皆さんこんにちは。市民リポーターの北村です。米原市内のお得な情報を徹底解明するお得の真実の時間です。さあ今回番組に届けられたお得タレコミを見てみますと、なんと GIS で便利になったという情報が寄せられました。 GIS って一体どんなことでしょうか。では早速その真実を徹底解明。ちょっと今回どこに聞きに行っていいか分かんないですね。今回も市役所に聞きに行ってみましょうか。あれ岡田さん、お久しぶりです。北村さん、久しぶりですね。何してるんですか。あ、ちょっと聞いてもらえます。いや、先ほどね、道路上に大きな陥没があってね。それは大変ですね。で、どうされたんですか。いや、道路上の陥没やし、一旦市役所へ電話したんですよ。それで対応してもらえたんですか。うん、もちろんちゃんと対応してくれたんですけども、そこでまずね、場所を詳しく教えてほしいって言われたんで。それでそこで市役所の人、とっても親切でいろいろ教えてもらったことがあって、GIS っていうやつで。何ですか GIS って。 GIS って地理情報システムのことで、道路台帳図とかがネット上で見やすくなったそうで、今それを確認してたところなんですよ。これこれ見て。この色の違いは何ですか。グレーになっていたら市道なんやって。だから今回の道は市道ってことが分かるんやって。へー、こんなのあったんですね。全然知りませんでした。僕も知らんかったよ。でもさらにできることがあって、これ見て。数字がたくさん入ってますね。これ地盤参考図っていうらしくて。どんな時に使うんです。地盤の配置を記載したもので、この土地何番地かなとか調べるのにすごく便利なんやって。へえ。さらにこれ、市役所行って閲覧しようとすると手数料200円かかるのが、自宅やったらいつでも無料で閲覧印刷することができるって聞いたわ。へー、すごい親切な職員さん。それはいいですね。で、他にもできることがあって。まだあるんですか。白地図の印刷が便利らしいわ。例えば今ここの番地を入力すると、ここを中心とした周りの白地図が印刷できるんやって。すごい便利ですね。そしてやれることがたくさんあるなんて全く知りませんでした。いや、僕も知らんことばっかりやって、今いろいろタブレットで操作して調べてたとこやったんよ。市役所の人ほんま親切に教えてくれたわ。そうですね。でも今日久しぶりに会ったのに、いろいろ教えてもらってありがとうございました。市役所に行こうと思ってたけど、岡田さん詳しく教えてくれましたね。一応市役所にも確認しておきましょうか。皆さん聞きましたか。今まで市役所に電話して聞いていた道路情報が、そして市役所に来ないと取得できなかった白地図が、自宅でも確認印刷できるようになったんですって。市役所なら費用がかかるのに無料で印刷できるなんて、 GIS で便利になりましたね。以上、お得の真実でした。なお、道路台帳 GIS は市公式ウェブサイトでご確認いただけます。